これちょっとお前映ってるちゃんと。すいません、お邪魔します。あの田村美穂ね。はい、田村美穂です。ね、はい。あのテレビで何回か見たことある人がいるかもわからないけどな。かもしれないし、はい、そうですね。はい、今日はお邪魔させていただきます。そうだね。はい。まあこれからいろんなところで出てくるかもわからないしね。いや嬉しいですね。っていうかセカンドチャンネルが結構好きなので、そっか、はい。いろいろと今日特に美穂さんもいらっしゃるので、そうだな。そう。だから今日ちょっとわざわざ来ました。そう、ね、やっぱりいろんな言葉ってあるじゃない、うん、でいろんな記事があるじゃない。俺感動したのがさ、スコットランド日本とやったよね、はい、最後予選ラグビー、ラグビーですね、ラグビーの話なんだけど、はい、であの時って台風でどうなるかわからないって、うん、中止になるかもわからないって、やらないかもわからないって、うん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 、でその会場でスタッフが、日本のスタッフがもう一生懸命そのできるようにもう何百人体制でこう会場の整備をしてたらしい、はい、でスコットランドはその裏で訴えるっていう、もしできなかったら日程的なことも含めて、うん、その後の結果になっちゃったりしますもんね。そう、だから開催国のこともあるけども、うん、有利性があるけども、これができなかったら訴えるというね、そういう準備もしてたらしいんだよ。で試合が終わった後に現地の新聞だよ、スコットランドの、うん、ね、その記事が出たの、うん、日本はできるだけやる方向で最善を尽くしてたのに、スコットランドは訴える準備をしてた、うん、もうこれはもう負けて当然だと。あ、でもちょっとかっこいい新聞ですね。いや、このジャーナリストっていうのは俺すごいと思う、はい、それ聞いてどう思う？いや、なかなか日本ではないですよね。絶対ないよな。俺それをその記事をあれして、うんうんうん、なんか感動したんだけど、うん、もう勝負は、はいはい、ね、うん、勝負以前に決していたという言葉で締めた、うん、それをかけるそのジャーナリストがいるっていうのが私たちとしても嬉しいですよね。日本もそうやってちゃんと叩いてくれてるというか、分かってもらってるところ、なんかそういう言葉っていうのは気をつけたことある？あの、ね、言葉っていうか、僕は喋ったことが一人歩きよくするので。気をつけて。例えば何があったんですか？俺そんなこと言ってないよみたいなの結構あるんですよ、実際言ってないことが。あ、例えば、はい、この選手どうだっていうのを、うん、まあでも、まあ、今はちょっと難しいかもしれないけど、まあ先はどうかな、こういう部分を直していったらいいんじゃないの、はい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 、っていうのが、いや宮本ダメって言ってたよって、お全部削られて、おおおお、だいぶガラッと、そうなんですよね、印象がだいぶ変わっちゃいますよね。そうなんですよ、だいぶどころじゃない、うん、記事を見た方は、いやもうそれはもうすごい、あ、俺はあんまり簡単に喋っちゃうと、うん、でも喋っちゃうんですよ、うん、すぐ言っちゃう。まあまあ言葉にオブラートはまあ基本的に包まないので、だからそきつくなっちゃうんですよね、どうしても。それはオブラートに包むよりかあんまり喋らないようにした方がいいかなっていうのは、いや言葉はやっぱ危ないです、もう今の時代は特に。あ、でも逆にそれちょっとマイナスなイメージじゃないですか今の話は、はいはいはい、逆になんかプラスに変わるようなことっていうのはあんまりないんですか、そういう勝負の世界とか。プラスに働くのはね、うん、まあこれ記事にならないかもわからないけど、はいはい、影褒めがいいらしいよね。影褒め、例えば、はい、美穂と深夜が親しいとするじゃない、はい、ね、うん、で俺が美穂に、はい、深夜こうこうこうでこういうところがいいんだよねって、あ、はいはいはい、こういうとこあいつ素敵なんだよって言うと、うんうんうん、こ美穂から深夜に伝わると自分が直接深夜に言うよりも効果が倍増するっていう、あの褒めたことがワンクッション置いて、でしかも自分のこと違う人にも言ってくれて、そうそうそう、他の人にも言ってる感じにも聞こえますね。そうそう、それ逆もありますよね。だからん、なんかってことですか、こいつ、うん、あいつこういうとこ直さないといけないから言ったのっていうのは、うん、多分直接言った方がいいじゃないですか、うん、そ、ああはいはい、だから褒めるだけだから、こっち側から言ったらもうすげえなんだあいつみたいになるじゃないですか、陰で言われちゃってた、ね、そうそうそう、マイナスのこと。だから褒めるときには陰褒めっていうのが一番いいらしい。ああ、なるほどね。でね、はい、もう一つかっこいい言葉があって、はい、
アメリカンフット部のジョー・モンタナって知ってる？あ、今日は分かるでしょ、あのクォーターバックで、うんうんうん、もう天才だって言われたし、ね、はい、それが引退記者会見の時になぜ引退するんだと、うん、って言った時に、いや、フットボールがビジネスに感じてきたと、だからやめると。あ、かっこいい、かっこいいんだよ、もうね、かっこいい、かっこよすぎるんだよ、かっこいい、かっこいいでしょ、楽しめないというか、俺は好きでいるためにってことですか。好きな野球がプロに入って仕事に変わったって言っちゃったからね。それね、あの、楽しめたことは一度もないんですから。ちょっと高級になっちゃいました。あ、でもそれもそれで素敵ですけどね、好きなことを。いや、それはもう責任だから、ね、うん、そう、仕事にできるって方って数少ないじゃないですか。まあ、そうです、ね、うん、それはそれですごいですけど、でも今の聞いちゃうとね、両方ともいろいろあるなって。いや、それは腹ではそう思っててもね、言葉としてさ、うんうんうん、いや、ビジネスと思えてきた、だからやめるんだ、かっこよくない、かっこいい。その時はじゃあ自分の限界とかなんとかじゃなくて、精神的に楽しめないとか愛せないっていうことっていうことですよね。だから俺なんか朝廷とか行ってるしさ、年俸とかで、だからそんな言葉を最後に言ったって何の説得力もないよな。いや、あ、そうか、豊さん朝廷やってんの、朝廷やってる。だからビジネスに思えてきたって、お前なんでんな朝廷行くんやって話じゃない。だからこれはね、俺は使えなかったわけです。確かに使えなかった、確かに、うん、まあでもプロの方たちはやっぱりその年俸が評価じゃないですか、うん、いや、そりゃそうです、うん、でそれがやっぱり上がることが、まあ、言い方にしちゃうとビジネスですけど、いや、ビジネスは、まあ、もちろんね、そうなんですけど、なんかそこって難しいですね。なんかそういう、うん、なんか違う世界でかっこいい言葉でかっこよくなんか表現されることがある分、まあね、うん、だからまあ YouTube を例えば引退するときにその言葉を取っとこうかなと思って。YouTube がビジネスに思えてきた。だって彼のことは何も言ってないから、ね、すごい楽しい、こうやって笑ってるのの前に、ね、なんかそういうかっこいい言葉ってなんか覚えてない、自分で言って、いや、自分じゃなくて人の言葉も、これね、清原も言ったんだよ。あのね、これ4番打ってて不調で外されたんだよね。で、その時代打で出てきたんで、ヒーローになったわけ。で、そのヒーローインタビューの時にね、枯れかかった花に声援が水のように感じたと、私に栄養を与えてくれたと。で、結果が出たと。結果が出た。いや、かっこいい。キヨはあのコメントを取っていくとすごく詩人だよ、あの、あ、今までの他のコメントもってことですか。そうそう、なんかな、印象に残って。僕ですか。お前はっきり言えっていう方だもんな。そうですね。ああ、宮本さん性格上、そうですね、逆にストレートの言葉の方が、じゃあ宮本さんとかは突き刺さるようなものがある。なんかいろいろあるんですけど、パッと言われるとあんまり、まあそうだよね、うん、あと聞く時の状況とかもありますよね。まあそうですね、グッと来る時とか、うんうん、だからなんかこう人が怪我した時に心の怪我とかね、はいはいはい、ね、うん、で最後まで包帯をしっかり巻いてやる、やれないんだったら中途半端な責任は取るな、うん、そういうこととかね、確かに確かに、だからもういろいろあるよね、意外と覚えてないもんですね。覚えてないってこう出てこないもんですね。でも宮本さんとかっていろんな方から言われてるんじゃないですか、言われてるというか、ああいう時素敵でしたねっていう言葉と同時に一緒になんかくっついてきそうじゃないですか、いろんな言葉も。そうだ、え、森藤、はい、ちょっと財布取って。いや、これはね、はい、え、持ってんのあれ、何、うるさいよ、すごい。何？全然二人だから。いや、これはね、感動するよ。え、何？すごい。もうさすがに入ってないですよ、ね。餌を変えても入れてんだ。え、何ですか？もうボロボロになってるでしょ。え、そう、分かってるんですか？何の内容か。分かってます。わ、すごい。ちょっとね、ボロボロになってる。ボロボロになるよね、それ。2本ちょっと読んで。え、どうしよう、読めなかった。いや、はい、読んで大きな声で。え、でもここ切れてるんですか。いや、切れちゃった。僕の名前だけですか。うん、宮の名前だけ。あ、ですか。え、あ、そうなんですか。これ字見せた方がいいような気がするけど、豊さん本当にありがとうございました。
何の手紙ですか。宮本氏、これ何の時の手紙だと思う。ちょっとこれ見せちゃった方がいいと思う。わかりますかね。でもこれ切れてるし、いつ。いや、それはね、もう何年前、2003年だから。16年、17年前。これは、これはアテネのあれ、そうですよね、そう。オリンピックの予選の時に、3試合終わって3連勝したんだけど、みんな解散はバラバラだった。次の日各自飛行機の時間違ったんですよ。ああ、そうだったんですか。あ、水野さんいらっしゃる。で、帰ろうと思ってパッと開けた時に、なんか紙が落ちてると思ってパッと見たら、深夜が置き手紙をしてくれてた。ホテルの部屋の入り口のところとかにかけてたって。下に入れてた。いや、これはまあキャプテンでね、で3連勝はもう絶対だったから、長嶋さんもこれ3連勝しかない、こっからアテネに向かうね、もう負けることは許されないチームだからなって、でキャプテンやって、でもその予選もある程度勝つだろうなと思いながらもテンパってたわけよね。で3連勝して、でこう手紙があったと。もうこれを見た時に泣いたよ。そのいろんな経験の時間と全部がまとまったその一言も、ね、もう一言だけど詰まってんだ。だから泣きそう、泣いたな。でキャプテンにしてよかったと思った。やっぱここの心遣いじゃない。はい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 。どう感じて最後までどういう風にって、で思いを込めて書いたんだと思う。いや、それてかわざわざその置いていくっていうのの、行動が一つ追加になるじゃないですか。で帰ってきてから日本でまた会う機会があるわけですから、いろいろことも伝えられるけど。札幌、札幌。あ、札幌ですか。まあでもそのいろんな機会の中で先に失礼しますみたいな時にわざわざする行動ってやっぱり伝えたかったってことですよね。そうです。まあ本当あんな切羽詰まって野球やったの初めてなんで、だからやっぱりそのホッとした部分と、やっぱりそのみんなに僕が一人で引っ張ったっていう気はもうさらさら当然なかったんで、みんなに協力してもらってっていうところで、まあみんなに、そうなんですか。でもみんなに配ったけど、多分こうやってまだ持ってるのは俺だけだと思う。これは総理大臣になったら出そうかなと。予定あるんですか。いや、これがね、価値が出てくる。額とかに入れた方がいいかもしれない。これ何千万になるか分からない。いやいや、ね、まあそういうのでさ、わあすごい。いや、だからまあ言葉はきついけど、精神はすごく優しく思いやりのある人なんだよね。だから勘違いされてる部分がたくさんあるんだよ。いや、俺もそうかもわかんないけど、性格的にね。でも YouTube を見てくれたというか、始めたおかげで、あ、豊さんってこんな人だったんだっていう、やっぱそういう人間性も出していけるし、だから深夜も全然違う。お前なんか監督やんなきゃダメだけどな。あのね、これも、ほぼ正直な気持ちなんですね。YouTube で。お願いします。せっかくなんで。僕別に監督は興味ないんですよってよく言ってたし、別にやってもやらなくても、それは俺は強がりかなと思った。いや、本当に思ってたんですよ。で、監督っていうのはやりたいでやる職業じゃないし、それは違う。頼むからちょっとやってくれって言われる職業だったんですよね。だからあんまり興味がないというか、別にどうなれるんだったらなった方がいいのかなぐらいの気持ちしかなかったんですけど、今回自分で辞めるって決断して、辞めてから、あ、ちょっとほんまに監督はやらなあかんなっていう気にはなってきたです。強くしたいと思うんですよ。それとこのままではやっぱりね、ダメだという危機感があるでしょ、プロ野球全体も含めて。まあそうですね、まあ、今のプロ野球がダメだっていうわけじゃないけど、衰退していくんじゃないかという危機感もない。そうですね、だからそこまでは言わないですけど、でも自分の中でその辞めるって決断して決まって対談了承してもらって、辞めるのに、あ、俺絶対やらなあかんなっていう気持ちになったんですね。だからまあその
今はすごいリラックスしてますけど、はい、まあ、いろんな人と会っていろんな勉強して、次もしユニフォームを着れるチャンスがあったら、まあ、それをちゃんと活かせれるように過ごさないかなっていうのは、まあそうですね、すごく、はい、思いますね。今は真面目に喋っちゃいましたけど、いいですか。いや俺もなんかさ、いろんなその、まあ、本も読み、はい、いろんなことあれしてたけど、自分の間違いっていうのが正されていくよね。正される、本によってとか、いや自分の勘違いだったとかさ、今までの、うん、だから、ね、歴史の書って嘘はないじゃない、もう、はい、今後先も、ね、はいはいはい、だから歴史の書っていうのはすごくためになる、うん、ね、はい、一時期いろいろ孔子とか呼ばれてましたね。孫子とか、ね、孫子とか、はあはあ、孫子はやっぱ勉強になるね。あ、へ、孫子は勉強になる。それってあれですか、やっぱ精神論的なものが強い。まあ精神的な論、そうもそうだけど、勝負に携わるんだったら、うんうん、勝負に対してどういうものの考え方をしていくかとかさ、はい、例えば昔の武将がいて、はい、その兵が、うん、足を切って産んでたらしいんだよね。それを母親の前でその産みを吸って出したという話があるんだけど、でそれを見てお母さんは泣いたっていうの、母親は。でなんで泣いたと、自分の息子のことを大切に考えてくれてるってことで普通考えるよね、うん、あ違うんですか。 そうじゃなくて、この子はこの人のために死ぬだろうなと思ったらしい。あ、逆に、そっか、あ、なるほど、なるほ ど, なるほど。もうだから、うちの息子はもう帰ってこないっていう、手が離れたと、手が離れたって、この人のために命も投げ出す、うん、投げ出すっていうことを母親は感じ取って泣いたっていう、深いな、うん、だやっぱ物事ってね、深いよ、深いですね、うん。でもなんかそういうのがスポーツとか、まあ、野球とかだと今度はじゃあの監督のためにとか一緒に練習してるコーチのためにとか、そうさせない、そういうふうな、なんか信頼関係構築していかなきゃいかんな。まあそうですね、理想はね、うんうんうん、まあ、なかなか難しいけどな。まあ本当に何でしょう、監督になったら、まあ、そこのチームのために、うん、やっぱりまずはやっぱプロ野球界のためにって思わなかった。まあそりゃそうだ、まあ、そこが、いや、そのぐらい大きな気持ちで受けないと、ね、自分だけのためにとか自分の名誉のために監督をやるとか、もうそういうのが見えたらもうやめた方がいい。確かに、うん、それファンから見ても意外と分かっちゃう気がしますもんね。そう、深夜さ、深夜さ、自分が監督やったら誰かこいつは絶対呼びたいっていうやつ言うの、こいつだけは呼ぶっていう、まあ言えないですけどね。YouTube で、いや、そうは言っても、うん、やっぱりその時になったらそう証拠として残って、あ、まあまあ、やっぱりその違う、そうそう、じゃあその切る時にはそこだけカットしてまた置いとくから。ああ、編集自由だ。僕はあのよく仲良し集団ダメだって言うじゃないですか。ダメダメ、僕はそうじゃないと思うんですよ。いや、そうは言うけど、でも気心が知れてないと、そう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 、あ、なるほどなるほど、それは絶対話はうまくいかないもん、あうんの呼吸みたいな。あとは野球感が合わないと辛い。そうです、そうです。でもプロの同じグループで一緒のタイミングでいろんなことやっててもかなり違いは出てくるものなんですか。違いますね。あ、全然違う。野球感は違います、やっぱ人それぞれ。そうなんですか。そのみんなは勝つために、まあ、ここにみんな行くんですけど、はい、こういろんな考えでここのためと思ってやってるんですよね。はいはいはい。だからそのヤクルトが強かった時代っていうのは、うんうんうん、多分個性丸出しのチームなんですよね。あ、そうですよね、一人一人が立ってるというか、ね、いや、それは強いですよ。そうですよね、うん、まあ、だからこそですけど、でもここに行こうっていうのはもうみんなブレてなかったんですよ、うん、ブレないですよね、うんうん、だから自分らが上に立った時はやっぱりちょっと違ってくるんですよね。うん、それは全然違うな。そうなんです。だからあの時のメンバーで監督経験でも何も出てますけど、はい、じゃあがっつり会う人いるかってやっぱり僕は正直いないかもしれないですよね、うん、あ、それくらい、うん、あ、そうなんですか。でもね、律儀なやつじゃないとダメだよ、下につけば。
うんうん、でやりたいことがあったら監督にもう面と向かってやらせてくださいって、はい、お願いしますって、で監督がじゃあやってみろって、うん、で失敗したら監督すいませんでしたってちゃんと謝れるやつ、なるほどなるほど、で次にちゃんと頑張れるというか、そうそうそう、生かしていくというか、そうそうそう、っていうかできる、だからこうミーティングしてもな、いろんな意見が出て決定事項に後でぐちゃ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 言ってるやつはダメだよ、うん、外に出て、それは最悪、うん、じゃあ決定事項って決定事項で守れるやつじゃないとな、文句も言わず、もちろんそうです、ね、なるほど、その時はあれ違うかなと思っても決定事項ならまずそれをちゃんと最優先、最優先でやる、それに従う、従う、まあ、それができなかったらもうそれだとダメだよ、チームプレーというかね、団体ですもんね、だ感性が合わないってのは辛いもんな、同じ野球やってて、あ、違う、小声で今、辛い、いや、そりゃ辛いよ、あ、そりゃ辛いよ、でも耐えきれる人が長くユニフォームを着れるとか上見て笑って、それはもう間違いない、なるほどなるほど、あとバランスが取れたりとかってこともあるしですね、うん、そうですね、でも逆にですよ、そうやっていろいろ調整しなきゃいけないって分かってて難しいところで、今やっぱり監督をいつかちゃんとこなしたいなというかやりたいなっていう意識が芽生えたのってすごく難しいことじゃないですか、うん、そうですね、だからその、うん、やっぱりベンチに入ってとか、はい、まあ、その現場で指導者の立場でベンチに入ったのがこの2年間なんで、はい、うん、やりたいことってやっぱり全部できないですよね、やっぱ監督がいらっしゃって最終決定は監督なんで、でそうなるとまあなんでしょうね、半分もできてないと思うんですよね、自分がやっぱ決定権だよね、そんなにですか、だってこれで失敗したら責任が取れるっていう人間なのに、そうですよね、その決定権がないっていうのはジレンマしかないよ、もうストレスしか、でもそれくらいの差があるんですね、すでにそのプロのもう見えてるところ、いやもう全然違うよ監督とな、そうですよ全然違うんですか、だからまあ本当に、うん、なんていうんですかね、自分が描いたことはちょっとやっぱりここまで来たら一回やってみたいかなっていう、まあそれが成功するかどうか分かりませんけど、うん、でそういうこうなんていうんですかね、まあ、今はちょっと愚痴っぽくなっちゃったんだけど、いやいや全然逆にすごく愚痴っぽくはないよ、うん、夢だから、ファンとして、あ、みんなそういうふうにいろいろ個人個人がすごい葛藤しながらというか心の中でも戦いながらも形になってるんだなって今すごくびっくりしながら、でもちょっと感動しました、うん、いややっぱね、立浪もこの番組出てもらったけど、立浪ははっきりやっぱ監督をやってみたいと、うん、ね、夢があるという、うん、それは中日の監督は立浪、うん、ね、ヤクルトの監督は宮本、はい、俺が解説をしているというね、うん、なんか面白いやろうなと思う、裏話もいっぱい入っちゃってるし、うん、確かに、あ、これはね、やっぱこう見てみたいし、やっぱ球界、そういう人間がやっぱやらないと球界の損失じゃないかなと思うんだよね、だからもう少しね、上の人が度量を持った人事をしないと、やっぱ立浪もやっぱこう自分も気骨な人間だし、はい、あ、深夜もそうじゃない、だから扱いづらいと思うよ扱いづらいと思うけど、う、ね、扱いづらいと思うけども、はい、だけどお前ちょっとやってみろとね、このぐらいのね、度量があって、俺は球界は発展していくと思うけどね、だから巨人なんかは原監督に 全権預けて、はいはい、じゃあやってくださいという、うんうんうん、ね、そうですよね、やった結果、やっぱ原監督もおとなしい方じゃないからね、やっぱ言うべきことはしっかり言う、ただ優しく見えるけどねそうですね、なんか優しいイメージと当たりが柔らかい、物腰柔らかいというかね、そうです、でもやっぱ裏に秘めてるこうな勝負師です、勝負師だ、本当の勝負師ですね、うん、いやだからああいう人間にジャイアンツがやらすじゃない、うんうんうん、はい、そりゃね、やっぱね、気骨があってね、やっぱこうなんていうの、ベンチに座っててもなんかやるだろうなっていう人がいいよ、それはすごいやっぱり敵ベンチにいて、はい、
っぱジャイアンツ戦はすごい緊張があります。僕の中で。そうなんですか。僕の中で。それは視聴率とかそういうのじゃなくて、もう、はい、あのプレッシャー、こうした時にこうやって動いてくるんじゃないかとかっていうのが、はい、他のカードとやる時より頭がくる、そんなあります。でもそこの最後の決定権はないから、面白い、どうしよう、うん、そうだよな。でそこのこうじゃないですかって言ってもやっぱ全部遅れちゃうんですよね。いや遅れる、あ伝達がっていうことですか。だからついこうかなって思った時に、うん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 、パッて伝えて行ったところでは行った時にもう一球遅れたらもう作戦も変わってくるし、はいはいはい、ああそっか、確かに。だからそういう解説したいわけよ、うん、こっちは見てた、うんうんうん、あてか私たちそういうの聞きたいです。いやだけど、うん、だけど今動かない人多いから、うん、今は動かない人多い、仕掛けがね、はい、あの仕掛けをあんまりする人がいない。だから巨人戦なんかすごい面白い、うん、仕掛けるからやっぱ分ごとに変わるというか、うん、なんかそのタイミングさ、俺らが油断してたら、はい、例えば極端な話、うん、丸がセーフティーバントやるじゃん、はいはいはい、ね、はい、ね、ああいうのも解説者として、ね、うん、いや、ま、ひょっとしたらあるかもわからないですよって伝えるのが解説じゃない、うん、なるほど、なるほど、亀井がひょっとしたら走るかもわからないですよ、うん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 、だからそういうところをジャイアンツはやってくるから、解説者としてやられたとか思うわけ、まさかこの選手にっていうのが、そうそうそう、あ、だからそういうのを、はいはい、例えば立浪だって、あの深夜だってやると、うんうんうん、原監督に絡んでいくとすごく面白いなと思うわけ。そうですよね、巨人だけがやってないで、もう相手チームもバンバンやってったら、いやその強い相手に勝つ時に、うん、その本当お互い回し持って相撲取ったってそのなかなか勝てないですよね。確かにずっと、うん、動かない感じになっちゃいますね。前の海さんみたいにね、飛んだりね、もう ああいうことしていかないと、確かに確かに楽しいと思います。考えさせられないとね、そう、僕らが考えさせられてますから、強い相手先に仕掛けていかないとさ。じゃあちょっと宮本さんの監督姿になった時はチームの動きがすごい楽しみですよね。勝負は軌道なり、うん、ね、損し、うん、損し、うん、軌道なり、なるほど、騙せと、ね、やっぱりね、強いチームを相手にした時に強いチームと同じような試合やってたって、うん、動きしたって勝てるわけないんだよ。やっぱり何でもいいや、捨て身にならないとさ。だからそれはね、勝てないよね。